嫌いなんで本当のことしか言いません。そういうのが一番恥ずかしいからダメです。あの本当に私やめろいいなこれ、やめろが聞けた。いいぞこれ。バドミントンの筋肉痛さんはですね、USSR、上坂さんはロシア好きであり、うん、ガルパンに出演してたということで、はい、上坂さんは旧ソ連製戦車の中で一番何が好きですか。濃いな。僕はこの JS、うん、これスターリン戦車ですね。これヨシフ・スターリンの略なんですけれども、重戦車ですごくでかいです。なんかすごくですね、話すと長いので、この普通歌の時間を割いていいのか分かんないんですけど。いやいや、どうぞどうぞ。みんな期待されてますよ。アメリカのクリスティ戦車が源流となっている、うん、ソ連の1930年代の割と主力だったっていうか、まあ30年代なんでちょっとプロパガンダ要素が強かったんですけど、はいはい、西側をすごく圧倒したその当時、うん、まあ軽戦車ながらもその名は BT シリーズっていう、まあ快速戦車なんですね、うんうんうん、軽戦車ということで装甲はとっても薄いんですけど、うんうん、今でもプロパガンダ映画でこう沼地とかですね、川とかをこうすごく早くですねくぐり抜けて、もうソ連独特のプロパガンダ手法で撮られた下から撮るとか、そういうですね、まあ、そういうどっちかっていうと、実戦向きではなかった独ソ戦の中ではすごくですね、動く的みたいになっちゃったんですけれども、でもそこもまた、やられやすい戦車っていうのはだいぶ好きなので、なるほど。ガンガンこう強くて、ドイツ戦車とかって割ともう重くて強くて、走行も厚くて抜かれにくいっていうのが、いいとこもあるんですけど、うんうん、これはソ連戦車って結構 AT に通じるところがあって、うん、運が悪いと一撃で死ぬっていう、まあ、なんか、そう、あれがですね、ソ連戦車の見どころだなと思いますね。流れ弾が跳ねてコックピット入ってきて死ぬとかあるもんな、だって。うん、割と、うん、そういうのも。やばい、この人の話くっそ面白い。え、本当ですか？説明超うまい。びっくりした。やったーこのビジュアルでこの声質で言うからさらにそれがパワーアップする。初めて生で聞いたけど、ガルパミカの出演はもう天職だね、これね。いや、俺ね。すごく楽しかったです。どうしたの？どうしたの？まず深呼吸しようか。自分で言ってたはずなんだよ。おい、ちょっと待てよ。イチャイチャすんなよ。さあ、マシオさんどうしちゃったの？イチャイチャすんなよ。見てもらっていいかな。茶代先生。ちゃんとやってください。茶代先生はどういう男の人が好みなんですか？聞きたい聞きたい。めんどく。先生教えて。どういう人好きなの？ちゃんとしてる人。そうか。一応将来のため貯金とかちゃんとしてる、ちゃんとしてるわ、うん、杉田さんちゃんとしてる、うん、どうしよう、今不覚にも素敵だなと思ってしまいました。やっぱ貯金大事ですか、うん、女性の皆さん女性の皆さん、俺もなんでこんなリアル情報を出してんだろう。でも満場一致でうなずいておりましたので、今すごく前向きに考え、あ、そうですね、貯金してる人好きです。なんでかね、描いてんの。あ、自分の絵を描きますか。シャンマも描いてみなよ。描く、あれだね、前回かな、桜井兄と堀江さんと純、みんな、桜井さんすっごい絵心がある。桜井さんってこんなに絵心ある方だって私知らなくて。昔似顔絵を描いてもらったことがあって。確かにこれは見せたいですね、そのお客さんに、ね、堀江さんの画力もかなりあって、描き慣れてるんだよな、なんか絵を。そう。絵を確かに描き慣れてる人、悪かったですね、描き慣れてなくて。これだってそうだ。出た。描き慣れてるのは別の問題。杉田さんはだって上手に描こうとしてる気がないじゃない。黒白さんは上手に描こうとしてこれだから。黒白みゆきが出た。何？あ、すいません。いや、納得がいくまで聞こう。多くの人はそれで逃げちゃったりとか、うん、諦めてしまうけど、俺は沢城さんは諦めない。なんだろう、私たち結婚する前提なのかな。なさこりゃ。でも確かに貯金ね。貯金してる。俺は諦めないぞ。うん、ええ、うん。何の話題でしたどうしたの？どうしたの？まず深呼吸しようか。何自分で言ってたはずなんだよ。おい、ちょっと待てよ。イチャイチャすんなよ。なんだこりゃ。俺が絵描いてるさ、マシオさんどうしちゃったの？イチャイチャすんなよ。見てもらっていいかな。今日は鼻が出るんですよ。いや関係ないしそれ。
どうしたんですかそれ。ちょ、お茶を濁すか。ちょっと待って、ちゃんとやろう。お茶を濁す。俺自分で持ってきた、これ。棒を食べた方がいいかな。チョコ食べて。テレビとブルーレイ欲しいんだけど買って買って。よくわかんねえよ女ね。まだこのベータだって動くしさね。このなんだあの液晶テレビ 3D 何見んの。何も飛び出ねえよ。飛び出るのはなんか俺の眉毛ぐらいなもんだ本当に。そんなこと。あお兄ちゃんのバカ。あこらナナどこに行くんだ。んなんだ電話して。えあこらいつの間にそんな距離感に。中村君に電話しちゃいけません。なんか飲みます。でも、何がいい？ね、これほら。偉いな俺。こあ、宮野さん氷入れてるんだなっていうのがリスナーが分かるね。どうする？でもそれもし私が入れてるんだったら。何どういうこと？宮野さんが入れてます。そう見せかけて。宮野さんが気を。女の私が気を使ってるんだったらどうします？宮野さん何飲みます？いややっぱ沢城さんはオレンジジュースじゃないですか。オレンジジュース。オレンジ顔してますもんね。どういうこと？じゃあ今日は、うん、じゃあ私自分で今オレンジジュース入れまして。だから宮野さんが入れてるんだよ。宮野さんが気利かし入れてるんだよ。宮野さん何飲みます？宮野さんはレッドブルとか薄めますか？なんか前それやんなかった。やった。やっぱり僕は三ツ矢さんサイダーがいいんじゃないですか。三ツ矢さんサイダー。じゃあ三ツ矢さん。おーい！俺がついて。トイストーリーを。トイストーリーをね、僕らが見たっていうね、う会話を今日しましてですね。トイストーリーやばい面白い。本当にね、2と3はどうしようもなく面白い。泣くよね。ちょっとこぼしすぎだよ。そう、あ、三条さんはいつもハンケチを持ち歩いて、穴水の話。やめてください、そういうの。いい雰囲気じゃん。あ、そうそうそう。あ、トモさん。トモトモトモカズトモカズおじさんで正解。じゃあトモ宮野くん宮野くんお土産の何飲みますお土産のあの、うん、杉田さ ん, んチョコ棒の用を隠さないでください。え普通に渡しただけだよ。どうしたんだよ。チョコ棒の用を隠さないでください。これお土産です。これ ありがとうございます。杉田さんえスタッフさんに、はい、チョコ棒の用ここに女子がいるよ。ほんまや。わおわお忘れてると思うけど私一応女子だし、あとスタッフにも女子いるし。あ、すみません。何飲みます？何とブルがいいですか？え、おもちろんレッドブル。おー、イエス。翼を授ける。あれ、CM 出てた？ああ、はい、どうぞ。はい、終わらなくていいんですか？はい、はい、いや、これはね、もともと、シュガーが、フリーな。だから、糖分を補うために宮野くん、これ。あ、じゃあ、チョコ棒の用を隠したら、ここに女子がいるよー。ここに女子がいるよ。さあ、ということで、はい、皆さんお久しぶりです。はい